はい、211回、始めたいと思います。9月13日ですね。今はテレビ朝日の方からですね、猛暑のアメリカ、カリフォルニア州ということで、電力の需給がもう逼迫して自主的な節電を呼びかけられていると。もう未だにアメリカ、まあ未だにって言ったら、まあ日本はね、もうね、涼しくなってくる時期ですけども、9月といえば。まだ猛暑が続いていると、酷暑が。うん。連日もう40度前後の状態が続いているみたいで、山火事がひどかったみたいですね。カリフォルニア州。うん。ヘメットで起きた山火事は少なくとも40平方キロメートルに燃え上がりと、現時点で2人の死亡が確認されている。また1000キロ離れた北に、カリフォルニア州ウィード、ここでは住宅が、ね、密集してて、およそ100軒の住宅が奪われた、消失したと、失われたということです。で、カリフォルニア州ではね、ここもね、なんだ、化石燃料からいわゆる太陽光発電などによるクリーンエネルギーに半ば強引にね、カリフォルニアといえばもうアメリカのね、リベラルの本拠地ですから、どん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 太陽光とかにね、自然エネルギー、クリーンエネルギーの方に移行してるとこなんですけど、まあこの後に及んで今天然ガスとかでね、発電所を再稼働させたりっていうことをしてます。で、この一時的な需給の逼迫、これはね、何、その移行、化石燃料からクリーンエネルギーに移行したのが問題なんじゃなくて、気候の変動が問題なんだということを言ってますけど、いや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 、まあもちろんそうなんだけども、あまりにも急激にね、クリーンエネルギーなんてやってるとこういうことになると、やっぱり安定しませんからね、発電量が。で、結局電気っていうのは、これアメリカだろうが日本だろうが必需品、もうなくてはならないものなんでね、これまあ CO2 削減大事ですよ、大事、だから気候変動起きてるわけだって。ですけど、まあ急激に変えると、自主的節電って言ったってね、暑い時にエアコンつけないわけにいかないですから、そういうこと、財力によって、経済力によってつけられる人、つけられない人出てくるとか、いろいろ問題ありますんでね、まあ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 、いずれにせよ、電力需給逼迫でアメリカ、おそらくあと1、2週間ぐらいは油断できない状態続くんじゃないかなと思います。で、本当に1ヶ月も2ヶ月も雨降ってなかったみたいなんでね、一度火についたら本当に燃え広がるの早いみたいですね。100棟、まあ住宅密集地とはいえ、100棟がね、失われたっていうんですから、大変です。はい。ということで、まあ異常気象、気候変動、もう世界中今年もどこもかしくもですよね。まあ日本なんて全然影響を受けてない方ですよ。ラッキーな方ですよ、今年に限って言えば。世界中も今年の異常気象、気候変動にはもう大変な目に遭ってるっていう記事の一つでございました。211回終わりにしたいと思います。ありがとうございます。チャンネル登録6名でございますんで、お願いします。失礼します。